ここは？この子は？私、何を？それに、ここは？ここはバルツ公国？バルツは確かイオちゃんの故郷よね。私はナルグランデ区域のベスティエ島にいたはず。それがどうして？イオちゃんはどこに行ったのかしら？イオちゃん、ねえ、あなた、この辺りで小さな女の子を。あ、無視された？ごめんなさい、そこのあなた、ちょっといいかしら。また？いえ、無視というより、これは。あそこの彼、あんなに慌てて。いえ、彼だけじゃないわね。他は平静を装ってるけれど、明らかに表情に余裕がないわ。何かが起きているみたいね。イオちゃんを探すためにも、まずは手がかりが必要だわ。それに、おそらく。やっぱり、どうやら今の私は誰にも気づかれることはないみたいね。理由はわからないけれど、これも一つの手がかりね。
まだ何も手がかりは見つかってないのか。はい、失踪直前の足取りまではある程度つかめているのですが。それ以後、太后閣下が今どこにいるのかについては何も。ザカ太后閣下が失踪してもう随分になる。いい加減、町にも不穏な噂が流れている。隠し通すにも限界があるぞ。これ以上の調査は民の目もありますゆえ、我々では難しいでしょう。ここはよろず屋に協力を仰ぎ、気空団に依頼として太后閣下を探させるべきかと。とにかく民に不安は与えられん。気空団に任せることで秘密裏に探せるというのなら、それも検討すべきだろうな。ザカ太后が失踪？太后さんの捜索は団長さんたちがバルツでこなした依頼のはず。ということはここは過去？それも団長さんたちがバルツへやってくるよりも前の。イオちゃん、師匠が失踪なんて。探さなきゃ。私が。イオちゃん、そう、そういうことなのね。バルツ公国の状況、私が周りの人たちに全く気づかれないこと、これはおそらくここがイオちゃんの記憶の世界だから。私は今イオちゃんの過去にいるのね。この仮の契約を通して、あなたたちはお互いをもっとよく知ることになる。そうすればきっと教えの採用にも至ることができるわ。こんなの大人のレディーじゃない。私はイオちゃんのことをもっとよく知らなくちゃいけない。
無事に帰ってきて。ここ、どこ？っていうか、ロゼッタとエキドナは？私、さっきまで、ベスティエ島にいたわよね。ここ、ベスティエ島でも、ルーマシーでもない。多分、知らない森よね、ここ。っていうか森なんて、何度も行ってるところじゃなきゃ、そうそう区別できないけど。この仮の契約を通して、あなたたちはお互いをもっとよく知ることになる。そうすればきっと、教えの採用にも至ることができるわ。ロゼッタを探さなきゃ。これはきっと、そういうことなのよね。ロゼッタもきっと、どこかで私を探してくれてる。なのに、私だけが立ち止まってるわけにはいかないもん。私、昨日言い過ぎちゃったかな。ロゼッタのこと、大人のレディーじゃないなんて。私にとってロゼッタはいつだって憧れの大人のレディーそのものなのに。でも、私は悲しかったんだ。私はロゼッタにいつだって強くてかっこいい大人のレディーでいてほしかったから。私はロゼッタにそういう憧れを押し付けてたのかな。しっかりしないと。今はそんなこと考えてる場合じゃないよね。とにかく、ロゼッタならきっと大丈夫。それを信じて、私も頑張らないと。知らない森で一人って、思った以上に心細いわね。それに、進んでも進んでも、景色が変わらないし。まさか私、道に迷ったんじゃ。誰？
ロゼッタなの？ただの魔物じゃない。びっくりした。それに確かこの子ってかなりおとなしい魔物よね。じゃあそんなに警戒することもないか。ねえあなた、ロゼッタがどこにいるのか知らない？って知ってるはずないわよね。それにもし答えられても何言ってるのか私がわかんないし。まあいいや。じゃあね、魔物さん、いい子にしててね。どれどれ？あ、ここ血が出てる。どこかに引っ掛けたのかな？よし！どう？もう痛くないでしょ？怪我したりしないようにね。おい、何してんだ！早く巻き持ってこい、巻き！うるせえ！今、魔物が！そんなのに構ってる余裕があるか！早くしないと、またあの鶴が！なんだ、新手か！
なんてことしてるわけ？なんだお前は。星の民、いや、あの星小獣の手先か。洗脳でもされたか。そんなことまでできるのか、あの星小獣は。わからない。だが現にこんな子供が。星の民？あんたたち何の話してるの？かわいそうだが、今連れ出すだけの余裕はないな。ああ、背に腹は変えられん。よし、ここは完了だ。すぐに脱出を。どういうこと？なんで森を燃やそうとするわけ？くそ、もう結婚まで時間がない。この作戦に戦局の趨勢がかかってるんだ。邪魔をするなら子供とて敵と見なす。うん、状況はよくわかんないけど、こんなの見過ごせるわけないじゃない。ごめん、ロゼッタ。この人たちをやっつけたら、すぐに見つけてみせるから。くそ、ここまでか。なんだったの、この人たち。なんかすごく切羽詰まってたみたいだけど、一体何が。まさかこの人たち仲間がいたの？とにかくできることをしなきゃ。森が乾いてる様子もないし、火の手が回るのはそんなに早くないはず。火が上がってすぐの今のうちに火元を消火できれば。
なんでこんなことに。どうしてあの人たちはあの森を、森に住んでいた子たちを、私また一人に。違う、私知ってる。ロゼッタが言ってた。昔白空戦争で森を焼け出されたことがあるって。じゃあこれはロゼッタの。シー軍と、そっか、ロゼッタも確かそう言ってたもんね。森を焼け出されて気がついたらルーマシーに流れ着いてたって。じゃあこの世界はロゼッタの記憶の中なのかな。とりあえずそれは分かったとして、どうやったらエキドナの言ってた教えの採用にたどり着けるの。この世界でロゼッタを探そうにも、私が森から焼け出されてこうして助けられたってことは、多分私自身がロゼッタの記憶を体験してるってことよね。じゃあこの世界のロゼッタは私で、ロゼッタはここにはいないってこと？うん、でも私はロゼッタじゃないし、私が探してるのはロゼッタだし。うん、それは、もしかしてまだ寝てろってこと？ありがとう、ヤグドラシル。気持ちは嬉しいけど、今は早くロゼッタに。そっか、私少し焦りすぎなのかな。それじゃあお言葉に甘えて、もう少し横になってようかな。ユグドラシルの知ってる顔を見たらなんだか安心しちゃった。教えの採用へはまだ全然手がかりはないけど、絶対にたどり着いてみせるんだから。だ
から、今はもう少しだけ。ありがとう。おやすみ、ユグドラシル。ユグドラシル？ユグドラシル？一体何が？目覚めよ、摂理を奪われし偉大なる創世樹よ。今ここに権限し、星の断り、無常の摂理をもって我が敵を滅ぼせ。今のって、私が強くならなきゃ。私が強くならなくちゃいけないの。
いつでも相手になるわよ。見つけたわよ、黒騎士。オルキス嫌がってるじゃない。手離しなさいよ。イオ、しつこい連中だ。私が私の所有物をどう扱おうと貴様らに関係ないだろ。バカじゃないの。オルキスはもう私たちの友達なんだから。落ち着けって言ってんの。今私たちがバラバラになってどうするのよ。確かにあのマリスとかってのはすごく強かったわよ。でもだから何？相手が強いなら私たちもみんなで強くなればいいじゃない。みんな一緒ならもう二度とあんなのに負けたりしないわ。買うだの兵器だのって私の仲間を物扱いしないで。あんただって聖少獣なんでしょ。なのにどうしてそんな聖少獣を物みたいに言えるの。ち、何も知らないガキが口出しすんじゃねえ。お前にわかるか。わけもわからないうちに作られ、欲しくもない自我を持たされ。散々改造された挙句、失敗と言われた時の恐怖が。わかんないわよ、そんなの。聖少獣に何があったかなんて、そんなの、わかんないけど。でも、昔に何があったって、ロゼッタは私の大切な仲間なの。だから。本当に、強くなったわね。イオちゃん、最初から真のある子だとは思っていたけれど、団長さんとの旅を通してイオちゃんは本当に強くなった。心も体もイオちゃん自身が思っている以上に大きく成長したわ。なのに私は、迷ってしまう。私の前へ進む歩みには迷いとためらいが混じってる。先達だからこそのためらいといえばまだ聞こえはいいのだけれど、私は知っている。ためらう。過酷な旅には多大なる犠牲がつきまとうことを私は身をもって知っている。そして夢見た旅の果てに待つものが希望と祝福だけではないことも。こんな迷いを持ったままじゃ私が皆の足手まといになってしまうわ。もう私も身を引く頃合いなのかもしれないわね。
私の力。イオちゃんなら、きっと使いこなしてくれる。そうすれば、きっと。あ？されたから、ただそれだけで始まった旅だったのに、いつの間にかこんなに私の中で大きくなっていたなんて。けれど前に進み続けるあの子たちに、過去を振り返り続ける私では、共に歩むことはできない。今身を引くことが、イオちゃんたちのためになるなら、私は。いやはや、果たしてそれはどうかの。少女はある国の国王の第一子、長女として生まれた。しかし、その強大すぎる力を恐れられ、地下の座敷牢に幽閉されて育った。空も、星も、風も、すべては本の中の存在として知り、ただ憧れだけを抱いて育った。世界への想像を膨らませ続けたある日、転機が訪れた。お前に仕事を頼みたい。これを達成した暁にはお前に自由を約束しよう。実の父親からの取引というのも、今にして思えば妙な話だ。しかし、少女は人並みの自由が、幸福が欲しかった。空を見てみたかった。星を見てみたかった。風を感じてみたかった。思いっきり走ってみたかった。妹から聞いた世界に触れたかった。たくさんの人に会ってみたかった。その時、少女は盲目だった。無限に広がる未知の前に、少女の目は曇っていた。
壊して、騙して、殺せ。それがお前の仕事だ。そう告げたのは父だった。狭い世界しか知らない少女にはそれを疑う余地もなかった。しかし知らなかったでは済まされない。父に言われた仕事をこなすと瞬く間に国が潰れ戦乱が起きた。多くの町が灰になり多くの人々が失われた。その時少女は初めて自らの罪の重さに気づく。少女の望みは決して特別なものではなかった。普通に、ただ普通に生きたかった。しかしその望みは空の破滅を招き屍の山を積み上げた。私は私の幸せを願ってはいけなかったのか。王よ、我が王よ、どうかお目覚めになってください。わらわは寝ておったのか。はい、ほんの一時ですが、うたた寝を。そうか、道理で妙な懐かしい夢を見たものじゃ。我が王よ、やはり一度しっかり仮眠を取った方がよいのでは。ならん。王が止まれば官が止まろう、官が止まれば国が止まる。いつだって割を食うのは国民たちじゃ。それを思えばこそ今はとにかく時間が惜しい。特に今は終わりがいつ来るとも知れぬからの。できるだけのことはしておきたいのじゃ。我が王よ、やはりレオナ様の剣は。やれやれ、噂をすればなんとやらじゃな。レオナ様、陛下への謁見でしたら今は。
様、乱心でもなされ。陛下、私はアベルの仇を討たなくてはなりません。うむ、止めはせぬ。お主の気の済むようにせよとわらわは申したはずじゃ。しかしわらわにもあらかじめ決めていたことがあってな。わらわを討つ者が現れたとき、わらわは逃げも隠れもせぬ。しかし抵抗せず撃たれる気もありはせぬ。わらわはお主の撃つべき仇として全身全霊で相手をしようぞ。お覚悟は、陛下。アベルの仇、お前のその首もらい受ける。私、嘘、ロゼッタ。
ロゼッタ。ロゼッタも、いつか、あたしの前からいなくなるの？私が強くならなきゃ、強くならなきゃ、一人だって大丈夫なんだから。お主はチートばかり勘違いをしておるようじゃな。太閤さん？どうしてあなたが？あなた、私が見えているのね。ここはイオちゃんの記憶の中の世界。てっきり私は誰にも気づかれないものと思っていたわ。そうじゃな。そもそもわしはお主の言うザカではない。その皮をかぶっておるが、イオの記憶の中の登場人物ではないのじゃ。言うなれば、そうじゃな、イオの表には出さない本心が姿を借りていると言うべきか。それじゃあ、イオちゃんに伝えてくれるかしら。私はもうあなたたちの旅には。断る。どうして？どうしてこの世界でお主が誰にも気づかれなかったのか。その理由をお主は分かっておるのか。ここはイオちゃんの記憶の世界だもの。その時その場にいなかったこの私がないものとして扱われても不思議じゃないわ。私と一緒の時の記憶にもう一人の私が登場したら破綻してしまうでしょ。確かにな。しかしそれは間違っておるのじゃ。確かに記憶はイオのもの、それは間違いようもない。しかしな、今のお主の状態にはお主の心のありようが反映されておるのじゃよ。私の心のありようが。お主、イオたちとの旅では常に一歩引いた位置におったろう。
お主は皆の仲間ではなく保護者として旅についていたのではないか。そうね、私はあの人から団長さんたちを託されたんだもの。年長者として先達として、それがあるべき姿でしょ。けれど団長さんたちは強くなった。もう保護者を必要としないほどに。あの子たちはそろそろ導き手の中から巣立つ頃合いなんだと思うわ。それがお主の望みなのか。少なくともあの団の菊牛たち、特にあの子はそんなことを望んでいないと思うがの。あの子は、イオちゃんは何を望んでいるというの。それはお主が傍観者を辞め舞台に上がればすぐに分かることじゃ。舞台に。あの子は手先は器用なんじゃがな、どうにも己の心には不器用な子じゃ。どうかお主の方から手を伸ばしてやってくれんか。手を。ここは。あっ。